ロシュフォールは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、シャラントマリティーム圏のコミューン。ロシュフォール・シュルメールとも呼ばれる。シャラント川右岸に、コミューン全体が広がるロシュフォールは、17世紀に、作られた、新都市である。衛星写真。ロシュフォール交渉の門17世紀に作られた、カンドックロシュフォールの地は、オニス、サントンジュの海岸及びシャラント川の防衛線の一部を、 していたロシュホール城はシャラントカーの湾曲部から明らかに孤立していた。13世紀までこの地の領主はロシュホール家であった。イングランド王国領との自然の境界とみなされていた。この土地はフィリップ4世へ売り渡された。1360年のブレティニー条約でエドワード3世の手に渡ったが、1372年にシャルル5世が奪い返した。 1462年まで王領であったが、その後トレモイウケに渡った。1537年に、再び王領となり、1599年にアンリ・ヨンセイが、ロシュホールの地を少量主で王の神出付き係であった、アドリアンド・ローゼールへ売却した。彼の一族が、1665年まで領主であった。1660年頃、リシュリュー数奇教によって創設された。 フランス王国海軍は装備が貧弱で海を渡る能力のある船はわずかであった。ルイ14世はシャルル・コルベールド・テロンに海軍交渉を収容するだけの規模の避難、防衛、武器調達のできる場所を大西洋岸に見つけるよう命じた。海岸を数年にわたり調査した後、1665年にロシュフォールが選ばれた。それは以下の理由からであった。 ルイ14世の命令により1666年、艦線を収容できる軍事交渉を作るためロシフォール城の移行は全開された。交渉ができると工房や商店ができた。コルベールド・テロン式の元都市は急速に成長し、1688年から1710年までのミシェル・ベゴンが監督官を務めた時期には造船が非常に早いペースで行われた。 1677年、成長する人口に合わせて、トンネシャラントから木製のパイプを用いて水が引かれた。王国からの支払いは非常に悪く、賃金の支払いが数ヶ月待たされることもあった。労働者が放棄して仕事を中断し、監督官邸を取り囲むこともあった。1777年、ロシュフォール監獄が完成した。この刑務所は、 王国内にあるトゥーロン、ブレストの刑務所と並ぶ三大刑務所となった。この刑務所にいる囚人は死刑を宣告された者たちだった。1854年に刑務所は閉鎖された。1788年の不作によって食糧危機が起こり、1789年4月にパン焼き職人たちがロシフォールを略奪した。海軍士官の大半は依然として王党派であり、 恐怖政治は特に過熱を極めた。19人の海軍士官を含む52人がギロチンで処刑された。1926年、海軍交渉が閉鎖されると衰退が急速にやってきた。造船、武器保管庫、軍事裁判所はよそへ移動した。ありがとうございます。